どうもーちでーす。今日はですね、次に戦うヒドラ、これがですねすごく強いボスらしくて、まあ、そのボス戦に向けて装備を充実させていこうかなと思います。で、今回ですねまたリッチタワーの方に来ました。で、こちらなんですけれども、今ですねここのリッチタワーはもう攻略してるんですね。で、その他まだこれだけのリッチタワーがあるので、実績なんですけれども、リッチを倒すとこの杖がもらえるんですね。で、前回リッチを倒した時にエリリンの大好きな杖をもらったんですけれども、あれがですね実は全部で3種類あるみたいなんですね。で、次のこちらヒドラ、これを倒すためにですね、このリッチの杖をとりあえず3種類集めるまで今回はリッチを倒していこうかなと思います。そのためにですね、この周りにいるリッチを片っ端から倒していくわけなんですけれども、今ですね僕たちがいるこの部分、まずここのリッチから倒していきたいと思います。はい、じゃあまずはですね、今ちょっと見切れて完全に映っていない後ろのリッチタワーから攻略していきましょう。今回はですね、途中にいる雑魚敵はですね無視して、もうとにかく一番上のリッチまで一直線で行きたいと思います。もう早速戦いがちょっと始まってしまってるんですけど、ただ上に行くだけでも困難なので、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。もうとにかく敵が本当に多くて大変なんですけど、この辺普通に上に行こうとするだけでもかなり困難なので、注意しないとすぐ死んじゃいますね。上にたどり着くまでに回復がなくなりそうな相変わらずだなこの感じ矢が大量に刺さる。あそこにスポナーがある。ちょっとあれ攻略してくる。そう、こういう風にねスポナーも大量にあるからね、気をつけないと。じゃあまずは1体目リッチを倒したいと思います。なかなか大変なんだよね。あエリリンが死んだいつの間にかエリンが死んでる。まだ一回回復しないと。回復するのに下に戻ったら戻ったでゾンビがいるしね。めっちゃゾンビいる。回復したいな。やばい、やられた。よいしょまあガードができなくなってるからねまだいいけど。どこだ、いた。もうちょっと、やった、倒した1体目。どう、一緒か一緒だった。まあまあまあ、でも一体倒したね。あと2個。はい、次は2戦目ですね。さっきの戦いでちょっと爆発でですね装備類が一式ほとんどなくなってしまったので、この1戦目と2戦目の間で裏作業でですね装備を整えておきました。かなりですねこれ今もうバッチリな状態になってます。じゃあ2戦目戦っていきましょう。よし、じゃあ行くよ。ここはね前回より装備がだいぶいいものになってるので、さっきよりいいんじゃないかなと思うんだよね多少あ、やばい。あ、それでも強いな。ちょっと一回回復しよう。ちょっとねあまりにも危険だったらすぐ下に降りて回復してまた挑みます。まずはねこれを打ち返してやるまではどうすることもできないってお、オッケーオッケーオッケー、来た来た。このゾンビも厄介だから先に倒しとこう。おいった、倒した回復してる時にエリリンが倒した。あ、頭なくなったね装備。一緒かうわー、これ大変だな。エリリンの装備はちょっとまた新しく作ろう。よし、じゃあ次行こう。これさ、ちなみにさ、ちょっと思ったんだけど、その杖で敵に攻撃したらあのガードって壊れるのかな。これ同じやつだよね多分ね、あの弾き返してるやつと。一回次それやってみようか。はい、じゃあ次3戦目だね。一回さ、エリリンさ、さっきの、そうそう、それでちょっと攻撃してみて、もしかしたらダメージ当たるかもしれない。行こう。来た。お、めっちゃ弾き返してくる。当たったね、今。今当たった。あ、これいいじゃん。正解だった。
よし、あるぞ。どこだ。来た。よし、倒した。今度は？これは違うんじゃない？違うよね。それどんなん、どんなん、どんなん。お？いや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 、だからゾンビ出てきてるけど。あ、そういうやつ。あれ？でも味方なの？このゾンビ。あ、味方のゾンビだ。すごい。ゾンビが出てきた。これついてくんのかな？あ、ベリリに反応してる。反応してるっぽいけど、いけないみたい。これ何なんだ？ゾンビついてくるんだけど。すげえ杖だな。ゾンビがついてくる。ゾンビが仲間になってる。ほら、ワープして、エリリンについてく。これ敵が出てきたら襲ってくれんのかな。ちゃんとついてくんだよね。あ、時間が経つと燃えるみたい。ゾンビが燃えてる。あ、終わった。エリリン杖頼む。いいねいいねいいね、それいいね、ほんといい、最高。その杖最高だわ。また死んだ。死んこ。ちょっと剣なくなっちゃったけど、とりあえずこれでなんとかする。よし、倒した。あー、これ持ってるやつだ。これで攻撃しようかな。よし、じゃあ次行こう。あ、ここも出てくる前は一応スポーナーなんだね。いつも出てきてからしか見てないから分からなかったけど。よし、じゃあ行こう。一気に畳みかける。倒した。杖最強だな。あー、ゾンビ杖だ。またゾンビの杖だった。めっちゃ出てくる。ダメだー、1個取れないな、なかなか。じゃあ次行こう。はい、じゃあ6箇所目ですね。行きましょう。6箇所目って早いな。あれ？倒した？倒した？早っ。あ、三つ目だ。これで達成だ。これは、今敵がいないんだけど、これをこうやって敵に当てると、敵からヒットポイントをもらって、回復できるようになるみたい。僕は今まだゲージが満タンなんだけど、これで回復して敵を倒すみたいな。なんか今までの中ではちょっと一番説明が微妙な感じなんだけど、なんかそういうやつみたいです。はい、で実績の方なんですけれども、どうでしょう、これで解除されたのかな。多分これだね。はい、これで杖の実績が解除されました。はい、というわけでですね、6箇所のリッチタワーの中にいるリッチを倒して3種類の杖をもらうことができました。次回はですね、いよいよ最強の敵と言われているヒドラを倒しに行きたいと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あと、チーチャンネルでは Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォローお願いします。じゃあ今日はここまで。バイバーイ。わわ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 わ。